こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。カイジはなんで成功できるのかというタイトルでいただきましたけども、こちらにですね、私は別の見解をちょっと今回あえてねお話ししようかと思います。カイジは成功できる人なんでしょうか。むしろね、このカイジの姿っていうのは多くのギャンブラー、自堕落な方、もしかしたらロスジェネ世代の心理を反映してるんではないかなと私見ていて感じるんですよ。まあロスジェネ世代に関しましては不可抗力の部分が多いんで一緒くたにするのはどうかなと思いますけども、今回はねあえて、こういうふうな言い方にさせていただきます。まあ気に障ったらすいません、私もロスジェネ世代でございます。というのはね、このカイジの心理、漫画の描写っていうのはこうダメになってダメになってダメになって土壇場で工夫してなんかね危機を脱出するみたいな、そんな成功劇みたいに見えるんですけども、そもそもカイジみたいな工夫と起点が効くようなね、そんなやつがなんでね落ちていくんだってことなんですよ。なんか不思議ですよね。だからね、大きなダメージを受けたり大きな障害にぶち当たった時に本領が発揮されるみたいな人いうこといますけども、これがだからギャンブラー発想なんだと思うんですよ。お金が例えば競馬とかでお金かけ続けていって最後の1万円になった時に、この1万円がよし最後一点張りだとか言って大きく化けることを望むのがギャンブラー思考なんですけども、そんなことないわけですよ。資金が減って最後の1万円になったらそれは圧倒的な不利で、まあ大体負けてしまうんですよね。でも自分だけはこの最後の1万円で劇的に逆転するんだみたいなところが本当にね私たちの胸を打つわけなんですよね。例えば10点差、9回裏、2弾フルベース、逆転できるかどうか分かんない、ホームラン連発、逆転したね、夢のような逆転劇ですよ。こういうのを夢見るからギャンブラー発想だと思うんですよ。どういうことかっていうと、カモになる人って次の一手で当たるはずだと思うわけなんですよ、ね、でも賢い人って頭のいい人とか工夫ができる人とかもともとマイナスにならないんですよね。だからそういうことを考えれば私はすっごいマイナスになったんで、優秀でも何でもないんですよ。本当私の場合はたまたまってことを自分でよく認識してます。たまたまあのタイミングだったから、たまたまあの瞬間私の取り巻く環境にいる人がそうだったからみたいなね、全部たまたまなんですよ。じゃああれがたまたまじゃないとしたら、私は今ね同じことして当てれるかって言ったらこれは当てられないですよね。なぜなら今は当時と違う人間関係に囲まれていて、当時と違う年代や社会背景にいて、当時と違う私のマインドセットがあるからなんですよ。だからたまたまなんですよね。その瞬間にその状況が整ってたまたまそういう風になったから、そこでやったことがブレイクしたと。じゃあ同じことを今ねやってどうなるかって言ったら再現性ゼロですよ。何にも起きません。まあ、ですんで今の状態にカスタマイズしたものを送り続けるしかないかなと思うんですね。さあ、そうしてですね、ちょっとカイジの土壇場劇についてまたお話しようかと思いますけども、カイジは結局負けるんですよね。すごいいい知恵を出したりとかいいアイディア、そういうふうなね周りの人がハッとするようなところにメスを入れてくるんですけども、結局それでも負けるんですよ。要するに猿の浅知恵なんですよね。王者ってのはそんな小賢しい知恵を使わなくても最初から圧倒的に勝者なんですよ。で最後まで勝ち続けるんですよね。まあ、そう考えると何をやっても無駄みたいに思っちゃうんですけども、そうではなくて、ダメージが深刻化する前に手を打つってことを繰り返していって、例えばね借金がね500万1000万できる前に手を打たなくてはならなかったんですよ。大体ね借金が最初できちゃう、それが増えていくっていう状態がおかしいわけですよ。だから借金ができて増えそうだと思ったら、やっぱりねビジネスで取り返すとか、そのビジネスで当たらないから別のねもっと危ないところに行くんではなくって、よし最後のこの暗号通貨で逆転するぞと思うんじゃなくって、今までビジネスとかその他のことで収入がよく上げられなかった、で挑戦すると思ったことがどんどんね転落に向かってるってこと、その自分の状況に気づいた時にこれ以上深入りしてはならないなと、一発逆転にかけてはいけないなっていうふうになっていくのが知恵だと思うんですよね。まあ、ですんで、地道になっていくということなんですよ。その地道をどこに設けるかなんですよ。その地道を日々の労働に設けるのか、それとも地道にもう情報商材とか買わずにね、地道に今手元にあるカードを1枚ずつ丁寧に使っていくか、で地道に、その他の方法を取るかね、いろいろとあると思うんですよ。結構ね本当にね、花火に例えましょうか。夏の花火ってヒューバーンっていくじゃないですか。一瞬で一発とか終わっちゃいますよね。でもあの花火一発を作るための準備っていうのはすごい地道ですよ。私たちは瞬間的な華やかさに惑わされて、その裏にあるね泥臭い覚悟ってものを見落としてしまうんじゃないかなと思います。そしてギャンブル発想です。
自分は大したことやってこなかったけども最後の一手で大逆転できるんではないかなと。そんなことはないんですよ。最後の一手打たないとならない、切り札を出さないといけない段階でもう圧倒的に不利で、もう逆転不能な状態に陥っていると私は自覚するべきだと思うんですよね。で、自覚したからこそ手が打てると思うんですよ。自覚せずに行くのは単なる無謀なんですよね。自覚した上で自分の不利不得、そしてこれからのことを考えて、今のことを振り返って、全てのあらゆるものをね、使い切っていく、それが最後の一手となるんだったら逆転の可能性ありますけども、単なる今まで打ってきた失敗の延長線上の最後の一手ならそれはもう完全にアウトでしょうね。ということで今回は開示は成功していない、開示は成功していないということで終わらせていただきます。